こんばんは、メラトンです。ブラッドステインドカースオブザムーン2、アイテム回収しましょう。第一ステージから2つ取れてないんだけど、仲間が全員集まったんで、おそらく好きなルートを通れるはず。あとアイテム取った段階でなんかステージセレクトってやると、取ったことになって戻れるんで、それで全部集めましょうっていう感じだね。ボス倒さなくてもいいんじゃねえかな。あと1回のルートでアイテム2個出んのかな。下行ってみよう。青い頭巾かぶってんだよね。青い頭巾のやつと緑色のやつ、どっちがなんかより優先なんだろうか。2回ついて下がるやつ。掲げてる槍にも判定あるんだよね。厄介だねあれ。危ない。こっちで行っちゃわない？ダメかな。そういう感じ。あ、弾、右に行けっつってる。一発だった。それまずいかな。あ、うっさー課金課金言うてたわ。3発か。やっちまう。いきなりドミニクがいないといけないところがもしあったらアウトなんだよね。だからああいうなんかその気の抜けたプレイしちゃいけねえってことなんだよ。そうすると全て水の泡になっちゃうんで、真面目にね、いや常に真面目にやってんだ、もちろんやってんだけど、あそこで調子こいたことはやらないようにしよう。あぶな、右に行けっつってるから結局。うっそ、何こいつ。はい、まあジーブルで行けと。まあそこを通れるんだったら、まあ新しいステージに。ん、ショートカットかな、ただの。うっす、タイミング下に攻撃できねえじゃねえか。もう8いねえとダメかもよ。コウモリんな、取れねえな。あぶね、タイミング。右に行けと言ってる。ガーゴイル、あぶね。まあいけるっしょ、これは。合ってんのかな、ルート。これか。上に行けと言ってるが、なんか武器変えっか。ナイフやめよう。カマ。回復は？全員満タン。お、あったね。8いねえぞ。出てくんのかい。ちょっとこれは壁壊す系？壊す系じゃないな。上に登るにはどうすればいいんだ。いけないんだねこれね。あ、ダメだ。うん、はまってる。8だよねこれ結局。やりますか。よし、ここまで来たぞ。これで取れるはずだ。そこ、よし。そこ崩せんのかな。違うね、上行っていいのかな。でこれもう一個取れんのかな。上に行けと言ってる。なんだろう、ショートカット系かな。まあ、ドラゴンを倒す必要はないと思うので、とりあえず行けるところまで行ってみようか。次のアイテムはどこだ。変える気合です。切れる。
上に相手、まああれはジーベルじゃないと取れないけどいいでしょう。他に行けてないとこいっぱいあると思うんだよね。あー、あいつか。3発、ナイフか、いらねえな。3発ね。どうしよう。うわっ、そっか、そういう攻撃か。危ない。ジャンプ力高すぎだろ。3体目出るね。来るな、多分な。食らっちった。体当たりで4ダメか。今防御アップ1個か。あと1、2個あると思うんで、それ取んないと体当たり食らうだけで3分の1持ってかれると。きついよな、さすがに。なんか取るかな。ミリアム、またダガーか。ダガーじゃない方がいいな。ジャンプ力高えな。課金だって。危ない。あいつもやだよな。課金だね。そうなんだ。あの氷って壊せるのかな。壊せるね。またか。いきます。この段差なんか怪しくない？右になんかあるとか？ねえわ。なんだろう、まあいいか、行こうか。上に行くのか右に行くのか。上から来た覚えあるんだ、ここな。倒すか。ほい、右に行っていいんだな。行きましょう。アイテムなさそうだな。ボスっぽいな、なんかな。最初の分岐で上に行った時にまたなんか、あ、ボスだね。よし、じゃあ出ます一回で。アイテムは取ったことになっていたので、今度はまっすぐ行く。まあ、こんな感じでやっていけば、まあ、いいペースでアイテムが集まりそうだ。壊さない、右へ行く。合ってっかな、ルート。右で行ったことのないルート。ケルベロスだっけ、ここ。ワンチャン出るとこだった気がするが、だよね。うわ、飛ぶ。ワンチャン体当たりは2か。ダメージそんなに痛くなかった。まっすぐ行っちゃって、あそこか。行った気がするけどな、こっち。どうなってっかな。一応来たことはある気がする。ハンマーブロスがいる。3発か。ロバートはずっと体力6か。軍人だから頑丈そうなんだけどね。まあ、悪魔に対抗する能力を持たないらしいので、しょうがないよね。生身の人間ってことか。あぶれ。3発。おじいちゃんとどっちが体力多い？あ、同じだね。そうなんだ。まあでもおじいちゃんも魔法使いではあるけど、そういう大魔の力持ってんのかな。さて、普通に進めちゃってるけど、アイテム、アイテムどこかな。ムチ長ん、下通る感じ。通ったからといって下に、うわ、出て
下に行けって言ってる。行った記憶あるけどな、なんかな。不思議なステージ。届かない。届かない。うわーやばい。でーち。やばい、これ一撃で4食らうタイプ。ねっ。どうした。ネットアリマ、やマジやべえよ。もう一回ぐらいなんか出そうな気がするな、この感じ。あれもやだな。8でいくか。ネットアリマやめろよ。ドミニクとミリアムだと、あ、ミリアムの方が体力上なんだね。それかな、あれ。届かね、諦めよう。アイテムが見つからんな。変えるか。竜巻を、なんだこれは、ジャンプするやつか。カエルだ。あっ、あぶね。ここ抜ければまたなんかある。あった。いっぱいいんな。まあこれでいいか。あ、間違えた。体当たりはダメです。よし、これで OK なんで、ステージセレクトしちゃおう。で、第1ステージ2つアイテム取れたんで、次だ。あれ、両方とも武器ポイントか。で、第2ステージ1個取れてない。ルート覚えてねえな。どんなんだっけね。ハート、いや、いいか。ミリアムとドミニク、どっちがリーチ長い。ミリアムの方が長えな。まあ、その代わりドミニクだと下攻撃とかができると。一応しゃがんだ方がいいね、やっぱり安全層の方が。で、これで、あ、じゃあ遅っ。ん、当たんないね、結局。あ、これでいいんじゃ、これでいいんじゃねえか。無駄に食らってしまった。そして無駄にポイントを使ってしまった。左、ハチがいるからいけるけど、でけえ植物出んだっけ。なんかちょっと覚えあるぞ。行った気はするな。こっちじゃないかもしんない。こんな味か。あ、妖精さんだ。しゃがめば食らわないんだっけ。妖精さんやだね。あいつはどうしよう。これでいいのか。ポイントが少ない。あ、でも上限値増えてきたの。45になった。食らったのはこの2人か。届かねえか。届きそうだけど、まあいいか。どうした。2発ね。当たりそう。当たる。妖精だ。しかし上に攻撃できるの、なんでドミニクだけなんだろうな。8はわかる。8は、8はわかるけど、残虐な。対空斬りしてくれたらな。ハートはいいや。
多分今持ってるあのジャンプがないといけないところとかあると思うんだよね。あ、これ上なんか別ルートあんな、ここあれ行こう。当たんねえか。あの上多分ジーベルが安定かな。あった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 、ここここ、いっちょいっちょ。コウモリ消えたぞ、画面外に。当たった。ん？なんだこいつ。目を閉じると固まるんだ。行ったことないルート、あ、いや、ショートカットか、ただの。なんか、あっと、そいつはね、結局倒し方がいまいちわからないやつだよ。これかな。はい、あ、あったあったあった、体力アップね。あ、これで集まったんじゃない。よし、出ます。第2ステージが集まって、第3が1個も取れてなくて、しかもここ仲間がいなかったからやってすらいないんだ。ボスも倒してないんだけど、これボス倒した方がいいのかな。なんかパーツもしかして俺取ってないとか、あの×印がないもんね。あー、そっか、じゃあちゃんとボス倒した方がいいのかもしんない。そう、なんかおじいちゃんに話を聞いたら、まだパーツが足りてないっつってんだよね、実は。素材は少し足りないがっつってるから、もしかしたらあの第3ステージのボスが持ってんのかなって感じ。誰も言ってなかったんだね、ここ。行きましょう。じゃあボス倒そう。ここか。いきなり下か。目がチカチカするところだ。ちゃう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 。いきなりポイントやばくない？下。あ、これ水凍らせられそうじゃない？なんか。あ、なんか敵いる？なんか泳いでんね。だから多分、めっちゃいる。あ、しかも流れてんだ。うっつ、どっから湧いてきてんだあいつ。右に行けって言われてる。右、これは流れるんだよね。これで行けばいい。あー、流されちゃう。流されちゃうから、あーっと、いや、やっぱ凍らせてガチャンってしないとダメ。臭くない？8、まず単純に届かねえか、これ。ここあれ、届かない？届かない、だから。まずこれは壊せた。いけるか？あー。あ、やべ、ちょ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 。いや、ちょっと待って、どっかアイテムあれない？おじいちゃんに氷魔法を使ってもらおう。また来るか。どうせこれまだ1個しか取れてないし。うん、水から出ると自滅するタイプ。敵がいっぱい。氷魔法だろうな、きっとな。とりあえず行っちゃいます。流れてくる。あ、別にダメージは食らわねえのかな、これ。流れるけど。はい、炎魔法違うんだよ。氷が欲しいんだよ、氷が。嫌な嫌なコウモリ。いや、一発当てると任務完了っつって画面外に去ってく感じ。あー、危ねえ。あ、じゃ、お前ら
あれは取れない、しょうがない。やっば。下行けっつってる。上は行けないのかな。うわー、俺来たっけな、ここ全然記憶にない。分身だ。氷魔法意外と出ねえな。なんかタイミングめっちゃ合わなくない、ここ。竜の落とし後、うわぶ、そっか、バカするやつか、あいつまた出そうだな。一回行って戻ると出ねえわ。途中で出るんだろう多分な。あっ、やってもうたな。どうしたものかな。危ない。とりあえずボス倒すまでは普通に進めてもいいか。やだな、ショックを当てると爆発します。ここまで来た。そしてアイテムも出ない。おっと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 、そのタイプか。おじいちゃん魔法ちょうだい。それそれそれ、凍るよね多分ね、これだと思うんだよ。ほい、ハチがおらん、なんてことだ。それ凍らしたら壊れんのかな。あはは、先人の遺体がなくなってしまった。まあまあ、帰りっつうか2回目で来よう。きっとこっちに違うアイテムが。来い、お前かい、やめろやめろ。これどうしよう、めっちゃ厄介なやつだよ。炎魔法持ってねえから気合で行くしかないね。だだだ、ほい、やばい、やっかい、厄介だの。あの鳥倒せばさ出なくなるのかな。うわー、にゃっ、いっちゃういっちゃう。うわー、結局アイテム出ねえな。嫌な予感。なんとかなるか。あれも凍るのかな。二発か。行きます。やだな、どうしよう、危ない。ううにゃっ、いっちいっちゃえ。ねえ、意外と押されるな。あれを倒しやすい攻撃無視すっか。あー、やべ、投げてます。残り2。撃つべし。やべ、どんどん味方が減っていく。気合で行こうか、気合で。やっぱ残月なんだよ、きっと。やっぱり残月なんだよ。
いける、いける、ぬっ。一応ジーベルもいるので細いところ通れる。なんでそんなところにあるんだ。凍らせれば取れるっていう感じ。マジで、いやー、そこまでする必要ある。いいよね、ウィッチョ。いや、だから全然アイテム出てこねえな。当たんねえか。危ねえ、危ない。届く。ロボットいる。女性陣とハチがいないのか。あ、撃った。危ない。あれ取れなくね。取れねえわ。女性陣がいないと取れない。オッケー、ワンナップ。アイテムが全…あ、はい、氷か、こうだ。よし、1個目とりあえずボス倒すか。いけるかな。無知だね。ほい、氷。ここのボスなんだっけ。あれか、トロッコか。はい、下に行けっつってるな。なんか出るかな、魔法。これは分身か。緑分身ね、覚えとこう。やべ、氷でよかったじゃない。そろそろ不要かなと思って取っちゃったんだけど。危ない。あ、ここは見覚えあんな、多分何回か。足元がうるす。ジーベルの弱点です。危ない。あ、ちょいちょいちょい、どうしよう。おいや、回復ないわ。さて、ロバートはいる。あ、帰ってくれてよかった。回復回復。パターン変わってないんだったらここのボスはそんなに強くねえ。わあ、もう一回なんかいい魔法出たら。炎だ。オッケーオッケー。コネでやんの、後ろから来るやつか。ゆるさん、無知でいいのかな。夜叉の面出ねえな。残月マックスでいこう。多分丁寧にやれば残月だけでいけるんじゃなかろうか。まずそれか。行くぞ。逃げる。で、ちょ、違うな。ちょうど今俺がいるところの下あたりにいれば食らわね。ダメージ取れねえな。怖いよ。次はこれか。この辺ぬっ。あった、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 あった。
そうか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 、多分これをつけたまま行くとダメージ効率が上がるんじゃない？こんな感じ？危ない。で、火の玉、火の玉忘れるな。一旦でこのダメージか。次はビーム？ビームだ。で、炎が来て、行くぞ。飛んじゃった。うわ、全然取れなかった。アホなことをしてしまった。行くぞ。こう。こう。うわ、なんか隠れるの早くね？普通にロバートでいい？もしかして。当たんねえけど。姿が見えない。あぶれ。これでいいの？ダメージ低いよね。4発しか当たんない。行った方が早いか。今です。あと1ターン。ボスとしては一番弱いんじゃないか、これは。まあ、前回はこの食らない場所が分かんなくてかなりあたふたしてたけど大丈夫そう。よし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 。この辺にいようかな。ポイント足りないかな。あ、食らうんかい。そこでも食らうんかい。で、おそらくアイテムと、あと改造パーツがこれで手に入るんじゃないかな。そうだね、飛翔石。これでアイテムが全部集まったと。メッセージ変わるかな？すべての素材が揃ったら忘れ物はないか。あります。行ってきます。もう一回じゃあ第3ステージやって、ここだね、取りましょう。